皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は、先日発売になった、こちらのポコちゃんのこちらですね、1キロが、先日発売になりましたので、この、ペコちゃんとポコちゃんを使った、栄養価の高い、おやつを、今日は作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、今日作るのは、アイスになります。で、ペコちゃんとポコちゃんを使ったアイスになるんですけれども、とっても簡単に、できます。まず用意していただくものは、こちらのペコちゃんとポコちゃんのプロテイン、そして、こちらはですね、缶詰のフルーツになります。何でもいいです。お好きな具を選んでください。そして、牛乳ですね。いつもプロテインをですね、飲んでいただくとき 200mg、まあ、200ml ですね、 200g の、お水とか、で溶いていただいているかと思うんですけれども、今日は牛乳を使っていきたいと思います。材料はこれだけで、あとはこちらも先日発売になりました、かわいい、ペコちゃんのシェイカーです。こちらも使っていきたいと思います。あとはですね、こちら100円ショップなどに売っているアイスを作る型ですね。こちらと、こちらがない人はですね、よくご自宅でもある製氷機とかでね、使う、まあ、製氷のものですね。こちらもまあいろんな形が売ってると思います。これはちょっと縦長で大きめのものなんですけれども、まあ、オーソドックスな一口サイズのブロックのものでもいいと思います。こちらを用意します。では早速作っていきたいと思います。ではですね、プロテインを作る通りにですね、まずこちらに 200g、牛乳入れていきます。200の目盛りですね。ペコちゃんかわいい。はい、こちらにミルキーですね、入れていきます。で、通常ですと、大さじすり切り4杯ぐらいで、だいたいこの1回量で、タンパク質が 21g 取れるんですけれども、今回ですね、こちらの牛乳の中にも、まあ、タンパク質入っていて、こちらがだいたい 200g でですね、 7g のタンパク質が入っているので、こちらのタンパク質とプロテインと足して30になるようにしたいので、ちょっと大盛りの、さじで、入れていきたいと思います。4杯、まあ、これもお好みで、濃くしたい人はもっと多く入れてもいいですし、まあ、ちょっとね、小分けにするので、1回のタンパク質摂取量が、まあ、プロテイン1杯飲むよりかは小分けになるので、まあ、そこは調整していただいて、もうちょっと多めに入れていただいてもいいかと思います。ではプロテインを作る要領で、ローリングからのシェイクですね。これで一つ液が完成しました。ペコちゃん赤いので白がとっても映えますね、白に入れると。次、ポコちゃん作っていきます。ポコちゃんも同じくですね、ちょっと大盛りで4杯入れてきます。はい、できました。ではですね、型に流していきたいと思います。で、今回はですね、3種類のアイスの、スティック作っていきたいと思います。で、1つ目がですね、ペコちゃんのミルキーだけで、2つ目がペコちゃんのミルキーにフルーツ、缶詰のフルーツを入れたもの、そしてこちらがポコちゃんの、ココア味ですね、この3種類を作っていきたいと思います。まずはじゃあペコちゃんだけのミルキーですね。で、フルーツを入れる方はちょっと、フルーツを入れる分がありますので、少し、少なめに入れます。で、真ん中にはフルーツを入れていきます。桃、私はフルーツミックスを買ったので、パイン、
あとはみかんですね。みかん入れました。じゃあこちらも棒刺していきます。これで完成ですね。はい、真ん中はちょっとフルーツが見えてておしゃれです。凍るのが楽しみです。はい、で、残った液をですねこちらの製氷機の方に、型に流していきます。そして真ん中には、こちらのフルーツ入れていきます。これで、この2つを、凍らして完成になります。これがですね、タンパク質がですね、1つのシェイカーにですね、30g ですね、プロテインが少し多めに入れたので、通常でしたら、21g ですけれども、23g 入るようにちょっと多めに入れました。で、牛乳のタンパク質が 7g なので、合計のこの1杯で、30g のタンパク質が取れるように作りました。ですので、大体ですねこちらの、アイス1本で 10g のタンパク質が取れるように作ってます。それしてですねこの他にもですね普通のアイスとかでしたら脂質とか、炭水化物とかですね、糖質とかがですねちょっと高くなってしまうんですけれども、これプロテインと、缶詰だけですので、そういった、普通のアイスよりかは、脂質も少ないですし糖質も少なく、そして、タンパク質が、十分に摂れる、おやつとなっておりますので、お子様のおやつっていうのは、塩分が多かったり砂糖が多かったりするだけで栄養がないものっていうのを食べることが多いと思うんですけれども、そういったものよりかは、おやつは補食という形で、普段の3食の食事で足りない分の栄養を補っていくという位置づけで捉えていただきたいので、ぜひともこういう栄養価の高いおやつを作っていただけるといいかなというふうに思います。では、今回は、こちらのペコちゃんのミルキーと、ココアを使ったプロテインアイスを、作りました。いいねと思っていただいた方はグッドボタンを、押していただければと思います。また、私にですね、管理栄養士に、何か質問とかですね聞きたいことというのがありましたら、なかなか普段身近に管理栄養士が、と接する機会がない方とかもいらっしゃるかと思いますので、ぜひこの機会にですね、私に、お答えできる範囲にはなりますけれども、管理栄養士にこんなこと聞いてみたいということや、ご相談がありましたら、ぜひ、コメント欄に、記入していただければと思います。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございました。